監督、私本当に困ってるんです。来週から撮影に入る例のドラマ、ロケ地が決まってないんですよ。どんな場所探してるの？アメリカっぽい街並みと、あと落ち着いた和室のシーンも必要になりそうなんです。尾上監督、いい場所ないですか？東京近郊だったら福生なんかどうかね。福生、横田基地のあるとこですよね。そうそう、福生のことなら昔からの友人の原口さんがよく知ってるから、どう、明日一緒に行ってみない？はい、ぜひお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようなんかロケ地探してるんだって？はい、そうなんです。原口さんはね、昔福生に住んでたからね、すっごい詳しい。え、本当ですか？まあ学生時代の話だけどね。この東福生駅、なんだか趣がありますね。最近だとシュガー&スパイスっていう映画が確かこの辺りで撮影されたんだと思うよ。あ、ここだったんだ。あれ、もしかしてここって横田基地ですか？アメリカ空軍の飛行場がこの向こうにあるんで。1961年のモスラっていう映画があって、イモムシみたいのがこのさらに上流にあるオゴーチダムってところに現れて、そこからダムを壊して東京に向かうときにこの横田基地の横を通っていくってね。ちょっとあの当時にしてアメリカンだね。そう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 、なんか風景映るんだよね、うん、アメリカンな感じのね。あの街の看板なんかも米軍ハウスだったり、うん、まあ、この基地があるとなしでは福生の印象って全然多分違う、違うだろうね。すごい広い敷地に広いお庭だし、この家とかなんだか日本じゃないみたいですね。これアメリカンハウスだよね。大滝詠一さんとかね、今の久志郎さんとか村上龍さんとかも住んでたんだって。芸術とか音楽とかそういうクリエイティブな人が集まってこう暮らしたり、アートビレッジみたいなとこだったのね。すごいですね。原口さんがねこの辺に移り住んだ80年代、例えば村上龍さんとかが書いた小説や片岡芳雄さんの書いた小説とかどんどん映画化されて、うん、へ、限りなく透明に近いビル、ね、村上龍さん自分で監督してる。まあこういうとこ住んでないとあのスローな武器にしてくれとかああいう本は書けないかな、うん、まあ自分はちなみに怪獣作ったりしてましたけどね。福生がそんなに絵になる場所だなんて知らなかったです。うわー、まるでロサンゼルスに来たみたい。この16号沿いには昔から米軍向けのレストランだったり商店が軒を連ねていて、アメリカの風情が残ってるんだよね。この異国情緒あふれる街並みもロケ地として魅力的ですね。お、ピザだピザだピザだ、ちょうどお腹が空いてきたとこだよ。ここはねピザだけじゃなくてラザニアがとっても美味しいんだよ。わあ、美味しそう。いただきます。いただきます。いただきます。うん、変わらない味だな。あ、そういえば和室のシーンも撮りたいんです。どこかいいところ知りませんか？わあ、さっきとは打って変わってすごく落ち着いた雰囲気。え、ここって一体？ここは茶室福庵。僕らが撮ったシンゴジラでも料亭のシーンで実は使ったんですよね。料亭のシーンで。本当の料亭借りるとものすごくねいろいろ大変なんで、探してたら偶然ここを見つけてですね、で見に来たらとっても良かったのね。撮影に使わせていただいたと。すごくいい雰囲気ですもんね。風情がある建物に豊かな自然だし、こんな場所が福生にあったんですね。乾杯。乾杯。いやー、今日は短い時間だったけどいろんな場所が見れてよかっただろう。はい、この酒蔵も立派だったね。福生には独特なカルチャーがあって、それが街並みにも染み出しているし、今日一日で見つけられたんじゃない？はい、いろんな表情があってとっても絵になる街だなって思いました。新宿から1時間で来れちゃうし、これからいろいろなロケの候補になりそう。帰ったらすぐに企画書をまとめます。今日は本当にありがとうございました。福生市があるのは東京の西部、都心からのアクセスは電車で1時間以内です。国道16号線沿いの異国情緒あふれる商店やレストラン、昔ながらの日本酒の蔵元や多摩川、奥多摩の山々など
さまざまな表情を持ち、映像作品のロケ地にも数多く起用されてきた魅力的な場所です。絵になる街福生、ぜひ一度訪れてください。ロケのご相談は福生ロケーションサービスホームページまで。